こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日ちょっと解説したコール・ポーターの伝記映画ありまして、五線譜のラブレーターってやつですね。このデラブリーってやつですね。これ僕も何回も見てますけど、この映画の、ご紹介でございます。このね、もう一つありまして、夜も昼もっていうのがですね、これはあのケイリー・グラントが主演でやってるんですけど、これコール・ポーターのこれもあの伝記なんですね。ケイリー・グラントっていうのは誰かというと、有名なのはオードリー・ヘップバーンと一緒に出てたシャレードであの主演をしている人ですね。ものすごくかっこいい男優さんですね。というわけで、こっちの方がですね、面白いことにですね、これはコール・ポーターが生前に作られてるもんですから、こうコール・ポーターが要はゲイだっていう話は伏せてあるんですね。だから奥さんとの不安になっていくっていうのは、そこは伏せてあって不安になっていくんですけど、こっち側の方はですね、亡くなられて方作ってるもんですから、そういうこうそこら辺は暴露してるわけですよ。でこう、これは旦那さんが結局その自分のことを愛してくれっていうのは五線譜のラブレターでしょ。だからもうミュージカルで曲を書くと、一緒に見に行ったりするんだけど、こう五線譜の曲を見れば歌詞もコールが書くもんだから、自分に対して、そのもちろん劇中で使われるからそうなんだけど、自分に対してこんなに愛情表現してくれるんだっていう曲を書いてくれるわけですよ。美味しい食事を食べて、こけら落とし感激してですね、そしたらもう素晴らしい、自分に対しての思いがすごい伝わってくるって点で、その後打ち上げも行ってって打ち上げ行くと、ちょろっと顔出したらそのままコールいなくなっちゃうわけですね。若い男の子とで朝帰りしてくるというわけですね。でそれがこう、もちろんこう有名人ですから、こうすっぱ抜かれたりとかするわけで、これ脅しに遭うわけですよ。で奥さんはそのためにこうお金を払ってこう封じるわけですね。でコールにある時に、そういうのをね、私ちょっと今まで隠してたけど、ああいうこう夜な夜な出かけるのはっていう話をするとね、彼はね、ああ俺もたくさん払ってるよみたいな、で俺たちさ金持ちだから税金みたいなもんじゃんっていう話をして、奥様は呆れてしまって、こう、帰ってこの家出してしまうっていうシーンがあるんですけど、本当お金持ちにもいろんな悩みあるんだなと思って、だからお金があるとか才能があるとかそれ関係なく、みんな同じだけちゃんとこう苦労とかそういうもの寄ってくるんだなと思うんですね。で落馬して足骨折して、切断しなきゃいけないところで何度も何度も手術してっていう、本当にこう苦悩はちゃんとつきものでですね、その彼のこう作曲家としての苦悩みたいなんですね、ところが出てくると思うんですね。とにかくですね、この新しいこの五線譜のラブレター、五線詩のラブレターって僕間違えてたんですけど、五線譜のラブレターですね、間違えると出てこないんですよ。アマゾンショップなんでこんな夢が出てこないのかなと、五線詩って書いてたら出てこないですね。五線譜ですね。詳細欄にもリンク貼っときましたから、そこから行ってもらうと、DVD も CD も出てきます。こっち CD、サントラですね。CD ですね。これすごいもうメンバーなんですよ。アラニス・モリセットでしょう。シェリル・クロウでしょう。この辺もポップスシンガーですね。エルビス・コステロも出てくるわけですね。もうポップスシンガーの大御所がガン出てきててですね。で、他にもですね、ナタリー・コールが出てくるわ。ここにはナタリー・コール、ダイアナ・クラールですね。ダイアナ・クラールは出演してますからね。ジャスト・ワン・ノー・ボブ・ゾーズ・シングスを歌って、ピアノで歌っているんですね。で、支配人が出てきて、支配人とこう、ディープキスしてるシーンがあって、要は、いわゆるその支配人に取り入って仕事をもらってるっていうような、ちょっとこう、下水ところも、ものすごくブラックなところも、こう、なんかこう、描写してるんですよ。これ、すごい描写なんですね。しかも、この映画ね、この2人でこっちの映画の試写会を見てるっていうのも出てくるんですよ。もうすごいいいなと思って、僕はどっちもビデオ持ってますけど、本当に素晴らしい、の曲がいっぱいあるので、ちょっと前にね、コール・ポーターの方は、曲とその伝記について、彼の生涯についていろいろお話ししましたけれど、そこの曲も覚えてもらえればいいですし、この辺なんかもうまとめていっぱい覚えれますから、この、アルバム買ってもらうなりして、でもずっとこうエンドレスで聴いてもらうとですね、非常にこうやっぱ曲がとにかくね、コール・ポーターの曲って歌詞がめちゃくちゃいいんですよね。なんでやっぱりこうライナーノーツのあるようなね CD をちゃんとゲットして、こう歌詞なんかも見ながらこう勉強してもらったりとかすると、まとめてジャズの曲は覚えられますしね。この辺はもうかなり、ジャズのミュージシャンが取り上げる曲が多いので、知っておいて損はないと思いますので、この映画も見ていただきたいなと思いますし、このサントラもよければ
聞いていただきたいなと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。